訪日外国人が唖然とした日本の鶏肉料理をご存知ですか？日本の鶏肉料理には海外の人たちが思いつかないような予想外の料理がたくさん存在するんだぜ。鶏肉をそんな珍しい食べ方してる気はしないんだけどね。そうだよな。日本人からするとそんな独創的な料理か？と逆に驚いてしまうような料理かもしれないな。というわけで今回は、訪日外国人が唖然とした日本の鶏肉料理を7つ紹介するぜ。視聴者の皆さんも、訪日外国人が唖然とした日本の鶏肉料理が何か予想して、コメント欄で盛り上がってくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは、唐揚げ、だぜ。鶏肉料理のど定番じゃない。それに海外にもフライドチキンとかあるし、そんな意外な食べ方とも思えないんだけど。だよなぁ。だけどフライドチキンと唐揚げは似て非なるもの。衣に味付けをするのがフライドチキンなのに対して、唐揚げは肉に味をつけて衣をまぶすんだ。だけど鶏の揚げ物ってジャンルにおいては同じじゃない。まあな。だけど逆に考えてみてくれ。霊夢の中で鶏天と唐揚げって同じ食べ物か？まあ確かに同じ鶏の揚げ物だけど、唐揚げが食べたい時に鶏天を食べても満足できないかも。だろ？つまりフライドチキンなどの、他のチキンの揚げ物を食べ慣れている海外の人にとって、唐揚げは全く別の新しい鶏の揚げ物料理なんだ。なるほどね。じゃあ早速だけど、唐揚げに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。なんで日本の唐揚げはあんなにうまいんだ。3週間の日本旅行をしたところなんだけど唐揚げのクオリティに驚いてる。コンビニやレストランで唐揚げを食べなかった日はないくらい。なんでこんなに柔らかくてジューシーなんだ？作り方が特別なんだろうか、それとも鶏が違う？唐揚げは美味しすぎる。揚げ加減が完璧だ。鶏肉が柔らかくて食べやすい。ほうほう。柔らかさやジューシーさの虜になる人が多いようね。僕は日本人に君たちは世界一のフライドチキンを持ってると言うんだけど、誰も俺の言うことを信じてくれないんだよ。俺は絶対に唐揚げしか食べないのに。唐揚げは大好物だ。日系スーパーに行って片栗粉を買いだめしてる主な理由だよ。日本で絶対に食べたいのが唐揚げ。アメリカにはあんなに美味しい唐揚げはないんだ。日本だと店によっても色々な唐揚げがあって試すのが楽しいよ。自分が好きな唐揚げは餃子の王将の唐揚げだよ。世界一ってそんな大げさな。って思うけど、それくらい海外の人からも唐揚げは愛されているわけね。そういうこと。人気の理由は反応からもわかるように、鶏肉の柔らかさとジューシーさ。日本の唐揚げは、フライドチキンと違って何か特別な鶏を使ってるんじゃないか。って声もあるくらいなんだからな。そうみたいね。だけど実際はそうではなくって、下味をつけるという工程を踏むことによってお肉の臭みが消え、さらに柔らかくなっているだけなんだけどな。そうね。生姜やお酒は臭みを消すし、唐揚げは下味の量や漬け込み時間によって、味の濃さやジューシーさが決まるっていうもんね。そうそう。ちなみにアメリカのフライドチキンは胸肉を使用する場合が多いらしくて、もも肉を使用した日本の唐揚げの柔らかさや、ジューシーさへの驚きはさらに大きいみたいだぜ。へぇ？使う部位の違いもある場合があるのね。まあでも日本の唐揚げは胸肉でも下味のおかげで柔らかいから、やっぱり大きな違いと人気の秘密は下味にあるだろうけどな。二つ目に紹介するのは、チキン南蛮、だぜ。ああ、またしても安定に美味しいやつが来たわねー。私は定食屋で頼むなら絶対チキン南蛮だぜ。もしチキン南蛮定食がなかったら暴れ回ってやるんだ。いや、迷惑だな。それくらい唐揚げよりもチキン南蛮がラブなんだよ。はいはい。だけどチキン南蛮って南蛮って入ってるくらいだし、ポルトガル料理なんじゃないの？日本だと宮崎が有名ってイメージはあるけど。確かに霊夢の言う通り、南蛮とはもともと戦国時代に来日したポルトガル人や、その文化を表す言葉だけど。チキン南蛮は昭和30年代に宮崎県の延岡市内の洋食店で、まかない料理として作られたのが始まりとされているんだぜ。へぇ？じゃあなんで南蛮って言うの？それは彼らのもたらした食文化の中に、唐辛子入りの甘酢に食材をつけて作られる南蛮漬けというものがあって、それを元にして鶏肉で作られた料理がチキン南蛮だったからだぜ。なるほどね。確かに南蛮漬けは酢漬けのイメージがあるわ。チキン南蛮も甘酢とタルタルソースだからチキン南蛮ってことね。そんな感じ。まあタルタルソースをかけサラダなどを添える、現在のスタイルになったのは後からで、もともとは鶏唐揚げ甘酢漬け、とも呼ばれる料理だったらしいんだけどな。ほうほう。もともとはタルタルソースは乗ってなかったのね。昭和40年代頃から外食のごちそうメニューとして浸透し、やがて学校給食や家庭料理、宮崎県内全域の飲食店のメニューとして普通に見られるようになった料理なんだ。そうなのね。
チキン南蛮にタルタルソースがついてないなんて今じゃ考えられないから、タルタルソースをかけてくれた人は天才ね。そうだな。ちなみにタルタルソースをかけたチキン南蛮の生みの親は、昭和31年に開業した食事処、小倉の創業者、甲斐義満氏の兄である甲斐照之氏だと言われているぜ。へぇ、創業者じゃなくてお兄さんの方だったのね。うん。照之氏は研究熱心で新しい発明をするのが得意な人だったらしいんだけど、チキン南蛮を開発するきっかけとなったのはもったいないという思いからだったらしいんだ。もったいない？何が？胸肉がだぜ。当時は鶏肉を丸ごと仕入れていたんだけど、もも肉ばかりが商品になり、胸肉はあまり使われていなかったんだ。え、チキン南蛮に使う部位って胸肉だったの？そうだぜ。日本人は柔らかいもも肉が大好きだから、今ではもも肉のチキン南蛮も増えてるけど元祖は胸肉なんだぜ。へぇ、知らなかった。戦後の貧しさを知る照之氏は、その商品にならなかった胸肉をどうにかして美味しく食べられないかと考え、そこで思いついたのが甘酢につけることだったんだ。そうだったのね。うん。ちなみに子供たちが味の南蛮漬けの甘酢に、唐揚げをつけて食べていたところから着想を得たと言われているぜ。ほうほう。肝心のタルタルは？タルタルソースをかけるのは、スルメにマヨネーズをつけるところから思いついたんだって。そうなのね。スルメにマヨネーズからタルタルの発想になるのはよくわからないけど、ほんと思いついてくださってありがとうございます。って感じだわ。ほんとそうだよな。よしじゃあここからは、チキン南蛮に対する海外の人の反応を紹介していくぜ。チキン南蛮の定食は自分の昼食でもある。僕の住む台湾では日本の料理が超人気なんだよ。日本に11年住んでたんだけど、チキン南蛮は食べまくった料理だよ。アメリカ人がチキン南蛮を知ったらめちゃくちゃハマると思う。へぇ、台湾でもチキン南蛮が食べれるのね。ほっかほっか亭のチキン南蛮を食べまくってたよ。世界ではマイナーだけど、美味しい日本食のトップアンサーはチキン南蛮だと思う。日本で食べたチキン南蛮のタルタルソースがとっても美味しくてびっくりしたよ。日本で王道の鶏肉料理が世界でも人気なのはなんだか嬉しいことね。三つ目に紹介するのは、焼き鳥、だぜ。これまた王道ね。鶏のいろんな部位を美味しく食べられる料理だし、日本料理ってイメージもあるからこれは納得かも。うんうん。そのいろんな部位を楽しめる料理だってところが、海外の人にとっては驚きなんだよな。え、そうなの？うん。日本以外の国にも焼き鳥と同じような串焼き料理は存在するんだけど、内臓肉を楽しむのは日本独自の文化なんだ。へぇ、そうなのね。私はむしろ焼き鳥のメインは、レバーとか心とかそういうのだと思ってるくらい内臓肉が好きだわ。私も、あと皮とかな。うんうん。だけどそういう部位を好んで食べる国は少なく、これだけいろんな部位を余すことなく料理して食べる国はなかなかないんだぜ。そうなのね。知らなかったわ。だから、内臓肉を食べると聞いてヨッとする外国人は多いんだけど、実際食べてみるとドハマりしてしまうってパターンが多いみたいなんだ。そうなのね。うん。ちなみに焼き鳥が日本で食べられ始めたのがいつなのかについては、明確にはわかっていないんだけど、焼き鳥の起源とされる料理は平安時代頃から存在していたらしいぜ。そんなに昔から？うん。ただこの頃食べられていたのは野鳥で、鶏ではなかったみたいだけどな。そうなのね。それに串焼きという形で食べられるようになったのは、明治維新後のことみたいだしな。ほうほう。ってことは現在の焼き鳥により近い焼き鳥が登場したのは、明治維新以降ってことね。そういうこと。その当時、鶏肉を使った料理は高級料理だったらしいんだけど、他の飲食店などの不要になった鶏ガラ、筋肉などを有効活用して安価に楽しめる焼き鳥屋が登場し始めたらしいんだ。へぇ、今じゃ鶏肉料理が一番大衆的な料理って感じがするけど、昔は高級料理だったのね。うん。特に有名だったのは東京、神田にあった、ガラマン、という店舗で、1904年に発刊された、実用のしおり、という本では、この店舗こそが万世橋付近に、焼き鳥という文化を広めたと紹介されているらしいんだ。ほうほう。元祖のお店ってことね。うん。ただ、現代焼き鳥という観点で最も起源に近いのは、神戸、新海地にある、野営亭、だとも言われているんだ。元祖が2店舗。というのも、野営亭は日本で初めて鶏肉を部位ごとに分け、串焼きにする今の焼き鳥のスタイルを編み出した店舗とされているからなんだ。なるほどねー。まあどちらの店も、日本に美味しい焼き鳥文化を根付かせてくれた素晴らしいお店ってことね。そうだな。よしじゃあここからは、焼き鳥に対する海外の人の反応を紹介していくぜ。初は俺にとって焼き鳥で一番美味しいところだ。鶏皮は世界一うまいよ。ネギマが大好き。焼き鳥は焼きながら余分な油を落としたり、ヘルシーな調理法なのもいいよね。タレの味も独特で好きだよ。
タレの味も日本にしかない味なのね。つくねが大好き。付け合わせの生卵をつけたらさらにマイルドになって美味しかったわ。鶏の心臓を食べるなんて衝撃だった。だけど食べてみると美味しかったよ。日本料理は寿司だけじゃなかったようだ。焼き鳥なら何も言われなければ、1週間でも2週間でも食べ続けられるよ。特にチキンの皮がこれほどうまくて、これほど柔らかいものなんだということも、初めて気づいたよ。なるほど。美味しいけど内臓だって聞くと身構えるみたいね。うん。基本内臓肉は捨ててしまう国が多いからな。そっか。あんなに美味しいのに。4つ目に紹介するのは、手羽先、だぜ。手羽先といえば名古屋名物ってイメージだわ。合ってるぜ。特にあの有名店世界の山ちゃんは、名前の通り世界でも人気を博しているんだぜ。え、そうなの？うん。出店に関しては主にタイで拡大を続けているし、アメリカのロサンゼルスで名古屋フェアを開催した際には、世界の山ちゃん、にアメリカ人が大行列をなし、イベント終了時間前に完売という快挙を成し遂げたんだ。へぇ、そうなのね。アメリカの大物アーティストであるデイブ・ムステイン氏も世界の山ちゃんの大ファンらしくて、山ちゃんの手羽先、マジでうまい。お皿の人が創業者だ。俺がアメリカでもビジネス展開したいなぁ、とツイートしてたんだぜ。あんまりピンとこないけど、有名な人のラブコールも受けてるわけね。そう？ヘビメタル、バンド、メガデスを世界的な成功に導いたすごい人物なんだぜ。そうなのね。よし、じゃあここからは、手羽先に対する海外の人の反応を紹介していくぜ。名古屋に行った時に手羽先を食べたよ。人気だとは知らなかった。今でも夢に見るくらい美味しいよ。昨年山ちゃんに行ってみたよ。あの手羽先はマジで美味しいね。山ちゃんのような手羽先は他にないよ。世界で唯一の存在だ。山ちゃん人気がすごいわね。風来坊は最高の手羽先だよ。LA にも2カ所ある。サンタモニカとガーデナ。手羽先は真ん中で割って、身のたくさんついた方を加えて引っ張るだけで簡単に食べられるんだ。この食べ方を知って人生が変わった。日本人には、チキンウィングの食べ方を発見した功績を称えてノーベル賞を与えるべき。あの食べ方ね。私も名古屋で初めて知った時は衝撃だったのを覚えているわ。うんうん。私もあの食べ方を知ってから手羽先を1秒で食べれるようになったぜ。いや、そんな早いわけあるか。盛りすぎたな。だけどほんと早くなったんだぜ。5つ目に紹介するのは、鶏刺し、だぜ。ほうほう。これは日本人の中でも好き嫌いの分かれる鶏料理よね。生の鶏だからそれなりにリスクはあるし、どこでも食べれる代物じゃないしね。そうだな。一般的に鶏肉の生は危険だからな。そうよね。それに生魚を食べる文化が珍しいなら、生肉を食べることも同じように珍しいんじゃない？うん。基本的には嫌がる外国人が多いし、生魚ほど浸透もしていないぜ。やっぱりそうなのね。日本人の私でも初めて鶏刺しの存在を知った時はびっくりしたし、食中毒にならないか心配しながら食べたもの。確かになぁ。一般的にはちょっと勇気のいる食べ物だよな。だけど鶏刺し発祥の地である鹿児島県や、お隣宮崎の人々にとってはソウルフードなんだぜ。え、そうなの？ソウルフードって言えるくらいよく食べるの？うん。へぇ、どうして生で食べるようになったのかしらね。お魚と同じ感覚だったのかしら。うん。どうなんだろうな。ただ発祥の地鹿児島では昔、鶏を飼っている家がたくさんあって祝い事や来客があると、その鶏をさばいてもてなすのが習慣だったらしいぜ。なるほど。鶏刺しは特別なおもてなし料理だったわけね。うん。しかも江戸時代頃からの習慣だったみたいだぜ。へぇ、そんな頃から生で食べていたのね。うん。県養鶏協会が1985年にまとめた鹿児島県養鶏市、開門町郷土市に江戸時代の記録として、行事には、鶏が潰されささみは刺身となり、と書かれているらしいからな。そうなのね。でも今でさえ食中毒がゼロじゃないのに、そんな昔によく生で食べれていたわよね。現代人よりお腹が強かったのかしら。まあそれもあるだろうけど、完全に生で食べていたわけじゃなかったみたいだぜ。え？そうなの？うん。砂漠過程で熱湯をかけたり表面を焼いたりして、完全な生ではなく叩きの状態で食べていたみたいだぜ。なるほどねー。それで肉の表面の殺菌はされていたわけね。そういうこと。ちなみに現在は食中毒を防止するため、解体方法や肉表面の殺菌、温度管理などを定めた厳しいガイドラインが存在するから、割と安全に鶏刺しが食べれるようになっているぜ。ああ、詳しくは知らないけど、生食用の肉の衛生基準が決められていることは知ってるわ。1998年に国が定めたもののことだよな。それは生食用の牛肉と馬肉についてのみで、南九州独自の鶏肉の生食には基準が設けられなかったんだぜ。そうなの？うん。
だから鹿児島県は2000年に独自で基準を作ってそれに乗っ取り、鶏刺しを提供しているんだ。ほうほう。じゃあ鹿児島で食べる鶏刺しはより安全なわけね。そういうこと。ただこのガイドライン制定後も、鶏肉関連の食中毒発生件数は、他県と比較すると少ないもののゼロではなかったため、さらに安全性を高めようと、飲食店や加工業者向けの資格、鶏刺しマイスター、が作られたんだ。鶏刺しマイスター？うん。鹿児島と宮崎県の生食加工業者や飲食店など、53社が参加する、鶏の生食加工業者協議会、が設けた資格で、講習会の受講や学科試験に合格し、県と協議会が定める基準などをクリアした店と人を認定するものなんだ。ほうほう。鹿児島や宮崎は県、加工業者や店などの努力で鶏刺しの文化を守り続けているのね。そういうことだな。じゃあ最後に、鶏刺しに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。これは受け入れられないんじゃないの？鶏の刺身は上級者向けだ。鶏刺しを悪く言う人はたくさんいるけど、ネタ抜きですごくうまいよ。鶏刺しはサーモンのような口当たりで予想よりはるかに美味しかったよ。鶏肉を生で。とんでもない食べ物だな。やっぱり賛否両論だけど、果敢にチャレンジして美味しかったと思っている人もいるみたいね。6つ目に紹介するのは、照り焼き、だぜ。はいはい。照り焼き味って日本人はもちろん大好きだけど、海外の人にも人気よねー。うん。照り焼きチキンとかブリ照りとか、照り焼きバーガーとか色々な照り焼き味の食べ物があるよな。そうね。特にアメリカで人気なようで、レストランだけじゃなくて一般的なスーパーマーケットでも、調味料コーナーには様々な照り焼きソースがずらりと並んでいるんだって。へぇ？照り焼きソースっていうのが売ってるの？うん。だから日本だと照り焼きは調理法だけど、海外では料理にかけるソースという認識なんだ。なるほどねー。じゃあ照り焼きチキンとかも、焼いたチキンの上に後から照り焼きソースをかけるのね。そうそう。だから日本のものとはかなり印象が違うんだ。さらに味も日本の照り焼きとは異なっていて、海外の照り焼きソースにはスパイスやニンニク、生姜などが使われていることが多いんだ。そうなの、それはそれで美味しいだろうけどパンチがありそうね。うん。だから日本で照り焼き味を体験した海外の人の多くは、その味の違いに驚くみたいなんだ。なるほどね。よしじゃあここからは、照り焼きに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。日本のマクドナルドの照り焼きバーガーは、知ってる照り焼きソースと違う味だった。もっと強烈な味だと思ってたけどかなり美味しかった。照り焼きマックバーガーは他の国で売られていてもおかしくないくらい、万人受けする味だと思う。日本にしかないなんてもったいない。照り焼き大好き。俺は日本で作り方を覚えたよ。海外の人にとって、照り焼きの定番はハンバーガーなのね。最後7つ目に紹介するのは、親子丼、だぜ。親子丼か。確かに日本の料理ってイメージがあるわ。うん。霊夢の言う通り親子丼は日本発祥の料理で、東京、日本橋人形町にある、1760年創業の老舗鶏料理店、玉秀、で誕生したと言われているぜ。ほうほう。玉秀初代の山田哲右衛門は、将軍の御前で血を見せずに鶏をさばき、熟練した包丁技を披露することを許可された御鷹城に生まれた人物で、その技術を活かし、特定の乗客のみを対象にしたシャモ鍋屋を営みつつ、武家屋敷などで鶏料理を振る舞っていたんだ。すごい。血を見せずに鶏をさばくなんてことができるの。びっくりだよな。そしてこのシャモ鍋の割り下の残りに常連客が卵を入れて閉じ、ご飯にかけて食べているのを見て、五代目の妻が考案したのが親子丼なんだ。へぇ？もともとは鍋の締めだったわけね。そうそう。だから玉秀の親子丼は、みりんをたっぷりと使用した甘い割り下でシャモの肉を煮込み、卵閉じにしたものをご飯に乗せたとてもシンプルなもので、玉ねぎや三つ葉などの野菜は、当時も現在も入っていないんだ。親子丼ってもともとシンプルな料理だと思ってたけど、元祖はさらにシンプルなのね。うん。ちなみにシャモ鍋はすき焼きの元祖だって説もあるんだぜ。そうなのね。よしじゃあ最後は、親子丼に対する海外の人の反応を紹介していくぜ。親子丼の卵、つゆ、ご飯のコンビネーションが最高。こんなにパーフェクトな丼は他にないよ。親子丼の卵と鶏肉が大好き。汁も美味しいし、本当にいつでも食べたくなっちゃうの。親子丼はすごかった。みりんと砂糖の甘みが混ざり合ったジューシーな鶏肉、ネギのコク、そしてツルツルの卵が絡み合って。うわぁ、リアクションからかなり気に入っている外国人が多いのがわかるわね。そうだな。さて今回は、訪日外国人が唖然とした日本の鶏肉料理、を7つ紹介したぜ。やっぱり日本の食べ物って最高ね。うんうん。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。